アキちゃん。はい、今日はじゃん、スガラクセに参りました。昨年作っていただいたこのスープ、しっかりとサポートしてもらえるようにできます。はい、今日はアキちゃん、スガラクセに来てまーす。社長の菅原さんです。こんにちは。こんにちは。いつもお世話になってます。どうも。お願いします。昨年はどうもお世話になりました。いやいやいや、本当にありがとうございます。先週はかっこよかったんですけどね、成績が。すいません。本当にすいません。はい。でもこれね、ちょっと見てくださいよ。いや、結構胸が僕でかいんで、結構膨らんでなんかかっこ悪くね、浮いちゃうんですけど、かっこよくこう切れるんですよね。で、足元もね、すごく綺麗なラインで、ラインが綺麗で、こんな私でもかっこよく切れるみたいな、はい、これが菅原靴店で提供していただいたスーツです。はい、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます、はい、で、このネクタイも作っていただいて、これかっこいいですよね。そうですね、はい、これなんでこんなかっこいいんですか。まずスーツはですね、何かその地元のスポーツっていうのをこれから我々で応援していかなきゃいけないっていう時に、たまたまその東和町、はい、岩手の花巻と遠野の間ぐらいのところですね、はい、そこにあの東和プラムっていう、スーツの縫製工場があります。で、たまたま僕はあのビームスの取締役の中村さんっていう方から、佐原君、東北にはとんでもない工場があるんだよっていうのを教えていただいて、あ、そうなんですかって。海外じゃなくても、イタリアじゃなくても。そうなんですよ、もう海外行かなくてもとんでもないスーツができるところがあるんだって言われて、で実際に行って、うわすごいっていうことに感動して、特に岩手の人は、あんまりそれを PR しないんですよ。そうなんです。まあそうですよね。あの岩手の人って結構やっぱ外にこう発信するっていうのは苦手な方ですよね。苦手なんですね、でもう社長さんもいい人で、すごい技術なのに、はい、大っ広めないんですよ。で、まあそれをちょっと僕はどうにかして、もっと日本全国の人に知っていただきたいなっていうので、まあ、さらにそのオール岩手で、はい、グルージャーを応援したいっていうのがあったので、あ、これはちょっとねスーツを作って、やっぱサッカー選手ってかっこいいじゃないですか、このスーツ着ると、はいはいはい、なんでそれで、少しでも岩手ですごい工場があって、すごいチームがあって、岩手は活動的だよっていうのをちょっと作りたかったですね。そのスーツを取ったのがこれですよね。そうなんですよ、これめちゃくちゃかっこいいですね。これね、かっこいいでしょ。表紙もかっこいいし、これがかっこいいんですよね。いや、はい、僕らもこうフィッティングしてて、選手のスタイルがいいので、はいはい、来た時に本当写真撮っていいですかっていう、なんかうちのカタログに載せたいぐらいのね、感じでしたから、やっぱサッカー選手ってバランスがいいですよね。そうですよね、今の子はもう顔ちっちゃいですし。そう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 、これなんか変なおっさんの一人。何がおっさんや。とりあえずスタイルだけはみんなメッシーよりかっこいい。間違いないです。あとネクタイですよね、ネクタイ、これ、どうやってこれ作ったんですか。これは完全手刺繍というか、まあ、無心刺繍なんですけど、で、まあ、シルクの素材で作って、はい、やっぱり僕なんかこう、もともとイタリアにこう生活してたというか、留学してた時に、はい、まあ、ちょうどあのセリアの試合とかも見てた時に、はい、選手が毎回こうグラウンドに入ってくる時に、みんなこのブルーのスーツを着てるんで、はい、だからブルーって言ったんですか。そうなんです、そうなんです。なるほど。帰る時も
あのイタリア選手ってなんかわざわざスーツに着替えて帰るじゃないですか。はいはい、なんかスポーツ選手ってあのジャージのまま帰るイメージがあるんですけどなんかサッカー選手だけスーツを着てそのまま飲みに行ったりとか、はい、彼女と会ったりとか奥さんに会ったりとかするんで、はい、なんかそこはすごいかっこいいなと思ってたんですよ。イタリアにいたからやっぱりなんかイタリアチックなんですね菅原さんはまあ、ね、イタリア男なんですね。イタリア男ですね。やっぱりイタリアに感化はされましたよね、はい、イタリア人はやっぱり顔が派手じゃないですか、はいはい、なんで結構こっちはすごくシンプルにしてて、うん、僕着ててすごく不思議に思ったのが、はい、この肩周りとか胸がすごく楽なんですけど、はい、そうなんですよ。なんでなんですか。これはですね、もう本当中身を切って、あの全部裂いてみないと分かんないと思うんですけど、その中に使われている真珠っていうものが、もう本物っていうか最高級な、ちゃんとモンゴルから仕入れてるあのカシミヤと麻と、はい、全て糸、ウールを混ぜ込んだものを全面的に、さらに接着剤を一切使ってないんですよ。ほう、あの生地と生地をこう合わせて縫うじゃないですか、はい、縫うとずれてくるんです、はい、これすごい難しいんですよ、で安いスーツはこれずれてくるからここにさらっと接着剤つけてペタッてやって縫うんですよ。でもそうすると湿気とかで今日みたいに雪とか降ってるところって縮んできちゃうんですよ、だけどここは一切、ね、使ってないからもうキープされたまんまなのと、あとはそのここのね釜付けっていうのを全部手でやってるんですけど、なので これが少し楽なんですよ。少しじゃなくてすごい楽ですよ、はい、あとこの辺も楽になってくるんです、ね、はい、そうですよね。これが全て手作業でこう回っているので、はい、そこがもともと我々の業界でいうビームスダイナイテッドアウズラ伊勢丹やバーニーズとかのバイヤーがもうこぞってオーダーしに来る理由なんですね、はい、先ほども写真見せてもらったらね、そこら辺の大手のブランドの方も同じ岩手のね、はい、ところで作ってるっていうの僕びっくりしました。そうなんですよ。だから僕も知らなかったんで、はい、これはやっぱり岩手の人は絶対着るべきだし、はい、さらにやっぱり全国からこのスーツを買いたい作りたいっていう方もね集めたいですよ、ね、いや来てほしいですよね。そうなんですよ。靴店に来ていて、靴店って言うんですけど、スーツもあの普段服もいっぱい売ってますから、靴も売ってるし、あとゴルフウェアもブリーフィングですよね。ブリーフィングとかも僕あの買わせていただいたんですけど、かっこいいですよね、迷彩の。この前買ったのにもう一個どうって言われましたけどね、社長に革のやつを一番高いやつはね、はい、はい、はい、ありがとうございます。いえいえ、どんどん話なんかね、僕としては本当に、まあ、日本ってね、大都市で買い物をする方が多いじゃないですか。多いですね、東京とかね、まあ、なのでもっと地方がいっぱいたくさんあるんだよっていうのをもっと分かってもらう今回のこのきっかけにもなればいいかなと。いやー、これアキちゃんでいっぱい出さないとね、これね。それで皆さん、あの菅原靴店、いや靴店なんだけどスーツも売ってますから、何でも売ってますから、イタリアチックなのがね、はい、たくさんありますしね。はい、そうです、はい、で今シーズンもサポートしていただけるということで。そうですね、あの、はい、残念ながらね3に行っちゃいましたけど、そんなにあんまり言わないでください。サポートは続けますやっぱり、はい、これはやっぱり続けることによって、何か選手にも我々の思いっていうのは伝わると思いますし、はい、グルージャを、本当に一緒になってこう育ててほしいと思います。頑張ります。ぜひとも、はいはい、あのこれからもぜひ、はい、末永くよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。うちの本当ファッション業界の人ばっかりですけど、うーん、こんな感じです。いや、もう
岩手でなかなかここまで品ぞろえがあるお店はないですね、はい、そうですね。オープンすればちょっとあのゴルフコーナーもしっかりできるんで、はい、その上でいいですよ。値段高いですよ。これいくらですか。でもじゃん、27万5000円。まあダウンの王様です。でもそう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 よね、はい、この辺で。これあのサッカー選手よく来てます。かっこいいね。ムーレラインが、そのまあ、あんまりロゴをこう強調してないから大人の人にもうそのモンクレーとか飽きた人よく着てるじゃないですか。そうなんですか、ね、こうやって営業してあの僕に買ってもらうっていう話なんですよね。もうほんと営業がうまいんですよ。営業がどうですか。でも違うかでもうこれこのサイズですかね。もう1個上でも1個上ですよね。うわ、本当だ。これカシミヤなんですか。カシミヤ、イギリスのもう最高峰のカシミヤ。結構ネイビー着る人はそういうボルドーネイビーみたいなのかっこいいと。なるほど、わかりました。これも後で交渉させてください、はいはい、もうね、商売がうまいの。じゃあ下行きましょう。いい話ができた。はい、今日はどうも皆さんありがとうございました。最後に、アキちゃんのチャンネル登録、コメント、高評価、TikTok の無断転載よろしくお願いします。